はい、大日曜事情さんの紅白サイズ25センチです。お願いします。はい、この子にも昨年の12月中旬大日会の時にですね、仕入れさせていただいた鯉なんですけども、まあ、その時にも展示しておりますので、実際いただい見ていただいた方も ご覧になられたお客様もあるかもしれませんが、非常にこちら僕個人的にも面白いなと思った鯉で、覚えております。その時はまあ20センチぐらいだったんですけども、この冬場のうちに、だいぶ大きくなってきましたね。非常に丸々しており、人間でいう肩幅のある、そんなような、紅白なんですけども、まあ、今の段階ではですね、ちょっとこちらとか白地が多くて寂しいのかなと思いますが、こちらの模様がしっかり整っていたりするので、まあ小さく遊ぶよりかはですね、大きくなった時に派手な、このままですね、80センチ、90センチになった時をイメージして、もらえればですね、この模様で全然いいんじゃないかなと思います。はい、とにかくこちらごっついイメージですね。太いです。本当に肩幅があるようなイメージです。でここの並んだこの模様が非常に整ってて面白いですよね。はい、よく覚えてます。この鯉はちっちゃく買ったんですが、そのまま大きくなります。ここが見せ場ですね。こっちは寂しいんですけども、またこの空いたところがですね、大きくなるといいんじゃないかなと思います。分かりませんけどね、まだ小さいので。はい、で、まあ、肛門もへこんでなくですね、ふっくらしてるんです。まだこの段階でオスメスも見えないですし、もちろん手この辺に見ていただいてもザラなども全くないので分かりませんけども、まあ、はっきりオスと分かるものはもっと細かったりとか、しますので、分かりますし、黄ばんでるのも多いのでですね、まあ、そういうものは極力外しました。この鯉も黄ばみなどもなくですね、もちろんザラもないですので、まあ、今の段階ではメスの確率もこうだなと思いますが、まあ、春5月6月になってきてこないとちょっとまあはっきりしませんので、まあ、その辺もご期待してですね、この横の際などのイメージを見ていただいて選んでいただければなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。